どうも、ラムチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。昨日発売されまして、だいぶ先まで進んできました。踏破率 80%、まあ、終盤に差し掛かってきた頃ではないでしょうか。で、ここでヤバそうなクエストが発生したんですよね。そのクエストっていうのがこれ、歴代王の墓所ですね。歴代王の墓所を調べれば、装備がもらえるっていうやつだと思うんですけども、その装備がヤバそう。一角獣の聖剣、一角獣の聖印ですね。おそらく最強装備になりそうな感じです。で、ちなみにこのクエストの発生条件ですけども、地図の踏破率を 75% 以上にするというやつですね。 75% 以上にして、この世界の地図完成ですね、これの4をクリアした時に発生しました。で、地図にもね、場所が書いてあるので、全然わかりやすいところに、そのクエストはあるみたいです。まあ、とりあえず、取りに行ってみましょうか。どんな装備でしょう。多分やばい。これ一番ね、最初の頃にあったやつですもんね。認められたものには聖剣が姿を現す。聖剣。まあ、今までは、体験版で撮ったコルニクスをずっと装備してたんですけども、ついに、それから装備を変えることができそうですね。さあ、どれぐらい強いのか。まあ、コルニクスもめちゃくちゃ強かったですからね。全ステータスプラス5で、まあ、若干攻撃力が弱体化されてましたけども、製品版になって。あれ？あ、戦いか、戦いか。王の器を消滅するがいい。あはは、全然余裕で勝てる。全然余裕で勝てるじゃん。ちょっと強くしすぎて。いや、そんなことないよね。今、レベルが33ぐらいですね。うん、で、おそらくこのゲーム、最大レベル50じゃないかな。うん、なんかラストクエスト、どうもレベルが40ぐらいみたいなので、おそらく最大レベルは50ぐらいじゃないですか。99までは、なんか上がりそうにない気がする。おお、やっぱ意外と強いね。意外と強い。けども、こっちが攻撃しだせば、いや、そうでもないな。結構ね、戦術は考えてやってるつもりですけども、いや、難しいね。本当に戦術の幅が広くって。おし、 OK。 こいつさえ倒せばあとは雑魚でしょう。オッケーオッケー。これをいいね。クレリックはね、あ、ビショップか。まあ、絶対必要だもんね。行きますよ。この攻撃をするタイプと、あと支援、防御をうまいこと組み合わせるっていうのがね、本当に難しい。オッケー。無理は禁物。どうだ。最後はもう全然余裕で押し切れるね。よし、まあまあまあ余裕でしたね。で、装備は何をもらえる。まあ、もうもらえるって決まってるけどね。一角獣の聖剣、ユニコーンの聖剣って読むのかな。強っ強っ。ちょっと待って、デバフ無効じゃん。デバフ無効の APPP プラス1で、物理攻撃力28、化け物のような性能ですね。オッケー。いや、これ絶対最強装備でしょ。では装備、変えてみましょう。めちゃくちゃ強い。魔法攻撃はね、まあ下がるけど、まあしないからね。強っ。で、指輪は何なの？これか。あ、
なるほど、デバフ無効の指輪だ。はいはい、ああこれ強えな、これは強い。ちょっと誰かに、装備させて使いたいと思います。はい、ということで、ユニコーンオーバーロード、多分今日1日やれば全クリできるんではないでしょうか。で、レベル上げとか、あと最強装備探しとかどんどんやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。